勝負じゃんけん3人でおいくらだったんですか？じゃあ今回の一番の目玉企画、小樽を締めくくるお寿司じゃんけん。寿司じゃんけん。今から立ち食い寿司にちょっと行こうと思ってるんやけど、選ばれし大人1名、そして子供1名だけが行ける寿司じゃんけん。いいね。ね、男組と女組が分かれたらいいじゃん。残りははやちゃんのお世話。でちょっとお腹いっぱいやからみたいなのもあるんやけど、せっかくやからさ、ね、ちょっと食べたいやん。まあ軽くね、立ち食いだし。立ち食い、そうそう、立ち食いの伊勢寿司へ。行きましょう。じゃあどっちから？子供グループから行く？大人グループじゃなくて。大人から。大人グループから行く。はい。まあ俺。食べたい。まあ俺やろ。いやお腹いっぱいけど寿司は食べたいよ。私も。うん、ゆうちゃんにじゃんけん勝てる気しないわ。まあじゃんけん強い。ママじゃんけん強い。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おしゃー。イエイ。おせん。車運転もしてんのに。やった。勝負の世界だから。え、もう出すやつ決めてる？オッケー。ね、泣いたりとかしないでよ。食べれなくて。泣いてってことやで。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。男組全滅。じゃあ行ってきますよ。女組男3人やん。パパ一人で見るよ。はやちゃんやだ。なんでケントもせっかくだから食べさせてあげて。やだやだ、もうみんなで行こう。なんでやだけどパパと待ちたい。はやちゃんがちょっとあれやから。ああそうやね、立ち食いってなったらちょっとな。まあじゃあとりあえずみんなで行ってみる。あ一回ね、あっちに食べる気になるかもしれない。ダメ、これやっぱルールだから。いやどうした。思ったよりうるせえ。大丈夫？最後。じゃあ3人楽しんできてください。3人で行こうか。うん。2時間と8時間にしようか。どうです？自分で選んで？これ単品とかは？あ、違う。だから3貫セットだから3貫で食べるしかない。そう。イカサンドはあんまりがいい。いいよ、好きなのにしな。けど1番。2時は12しよっか。6巻お任せのする。じゃあママ8巻にしようかな。じゃあケントママのちょっと、ね、ママのちょっとあげるよ。3名で。こちらでいいですか？はい。じゃあ男性6巻セットのうちの丸3巻、赤身とカンパチと。マグロいる？あ、ごめん。ちょっとだ。イカが美味しかった。一緒に来たかったなパパたちと。全部美味しかった。エビプリプリじゃなかった？ペロって食べちゃったよ。お寿司もうちょっと食べたいな。うん。あ、来た来た。お疲れ様です。あ、はやちゃん寝ちゃった？はやちゃん寝てます。ごめんごめん。どうでしたか、君たちは。めっちゃ美味しかった。本当に美味しかった。イカ、甘エビ、サーモン。おお、マグロはないんだ。伊勢寿司って感じ。まあそうだね。なんか味は一緒な感じやけど、なんかせかせかするっていうか、後ろにめっちゃ並び始めてんな。で、なんか子供やん、ジュイドケンド。一人で来る人が多かったな。そういうところだからね。まあね、子供で行くところじゃないし。けど高かったんじゃん。背伸びしてたよな。美味しかったな。いいな。ちょっと胃が動いちゃって食べたくなっちゃった、お寿司を。食欲が刺激された。そう、めっちゃ美味しかった。エビがめちゃくちゃプリプリでめっちゃ美味しかったよね。イカも美味しかったし。いいな、美味しいイカ。じゃあ、コリコリで臭みなかった。ね。3人でおいくらだったんですか。4700円です。くわー。フロマージュとお寿司で1万超え。マジで。